あれ、俺のパソコンどこ？パソコンどこ？パソコン。こんにちは、佐藤ひろです。皆さん、モスキート音というものを知っておりますでしょうか？人間が聞こえるギリギリのね、ギリギリの部分の周波数成分を持つ音なんですけれども、人間の活動域は 20Hz から15000ないし 20000Hz くらいまでの音を聞き取ることができるらしいんですけれども、モスキート音はだいたい 15000Hz から 20000Hz くらいの音のことを指すそうです。高周波成分って言うんだけど、この辺の高周波成分と言われる音っていうのは人によってね、聞こえる聞こえないっていうのが区別されてるわけでございます。そこで用いられているのがモスキートーンというものなんですけれども、このモスキートーンの中にもかなりたくさんの種類があることを皆様知っていますでしょうか？モスキートーンって言ったらね、一種類だけかなって僕もずっと思ってたんですけれども、かなりたくさんの種類があって、しかもその種類ごとに聞こえる聞こえないっていうのが人によって分かれるので、本日はそのモスキートーンを流しながら聞こえる聞こえないっていうのをテストしていきたいと思います。じゃあまずこちら 10kHz の音でございます。あーうるさー、なんか耳に残るもんキンキンしすぎてやば。まあ大体この音だと68歳以下の方は聞こえると言われてるそうです。はい、そしてお次がこちら 12kHz。 しんどい。これも大体ね、普通の人間なら聞こえると言われている音でございます。はい、そしてお次がこちらでございます。 14kHz。 こちらの 14kHz の音はだいたいね、まあ49歳以下の方が聞こえると言われている音でございます。なのでもしかしたらお父さんお母さんはもしかするとこの音は聞こえないかもしれない。はい、そしてお次がこちらでございます。 15kHz。 これはだいたい39歳以下の人が聞こえると言われている音だっていうことなんですね。はい、そしてお次が 16kHz でございます。これは30歳以下の人が聞こえると言われている音。まあなんとなくだね、なんとなく聞こえる。俺結構ね、この辺からちょっとやばい。かすかにだね。でもこれはさっきの 15kHz ほどしっかりは聞こえないけど、かすかに聞こえる。そしてこちら 17kHz でございます。24歳以下の方には聞こえると言われている音でございますが、どう？聞こえる？多分もうカメラにはもしかしたら入ってないかもしれないね。 YouTube の動画で流してるんだけど、この動画の URL 下に貼っておくので、ぜひ皆さんもそっちから聞いてみてください。はい、そしてお次がこちらでございます。 20kHz。 人間の可聴域の限界と言われている 20kHz の音なんですけれども、だいたい13歳から17歳の人にしか聞こえない。だから僕は一応年齢的には聞こえないっていうねことなんですけれども、ちょっと聞いてみましょう。聞こえる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 。あのフォーって音じゃないよ、ピーって音が耳に。はい、ということでいかがだったでしょうか。ということで皆様ね、モスキートーンぜひぜひ聞いてみてください。耳年齢の判断にもなるので、今日僕が聞いた音は概要欄の方にリンク貼っておきますので、こちら概要欄ってみんな知ってんのかな。概要欄っていうその動画の下のところにね、文字が書いてあるところピュッて伸ばしてもらうとリンクが出てくると思いますので、ぜひそちらからモスキートーン聞いてみてください。もうね、もしかしたら音楽ガンガン聞いてる人とかは鼓膜がちょっと弱くなっててモスキートーン聞こえないかもしれないので、そういうことはね、今後気をつければっていうね、指標になると思いますので、ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。ということで本日の動画は以上でございます。バイバイ。